はい、始まりました。モテチャンネル。さあ、今回は、はい、松原さんにおいでいただきました。しはい。今回は大事なお知らせがあるということで、学校を作るということで。塾でもなく、学校を作る、うん、ということですね。どんな学校になるのか聞いていきたいんですけども。ザ・ナイン、ビジネスハイスクール、舞島本校。ザ・ナイン、ビジネスハイスクールですね。ビジネスハイスクール。ほう、舞島本校という名前の学校を作るということで。はいはい、そこで、モリテツ・エクス・ラーニング。モリテツ・エクス・ラーニングっていうのをやっていくということですね。それは一体、どんなものなんですか？今、ブーカという時代と言われてまして、いろんな変革が起きてくる。そんな時代に適応できる問題解決能力、発想力、情報収集力、そういったものを身につけてもらって、このブーカの時代を生き抜いていくリーダーを我々の学校から輩出していこうと。うんうんうん、そういう目的で、実はずっとこの数ヶ月動いておりました。そうですね。ブーカですね。ボラティリティですね。ボラタイルですから、こうね、不安定な状況。アンサーティンティ。アンサーティンティですね。はいはい、不安な状況ですね。この、コンプレクシティ。複雑複雑性、はい、アンビギュイティ曖昧性っていう、それがブーカって言われるやつですけど、 その時代に時代の変化が早いわけで、うん、今までの考え方そして行動量とかそういうものではやっぱり対応できない時代がきつつあって、うん、日本が他の国よりも所得がね相対的に下がってきてるっていうのもその変化にちょっと対応できない、うん、日本っていうのは既得権益とかが多すぎて、で政治もスピードが遅くて根回し根回しじゃないですか、うん、あちらにこちらにいっぱい配慮配慮してる間にスピードがすごく遅くなって、うん、他国に置いてけぼりにされていると、うん、ではそういった今までの既存の考え方動き方ではなくて、グローバルに今日本が活躍していくために必要な考え方や行動量、情報収集力、そういったものを身につけてもらいたいという思いを込めてこの学校を作ります、うん、いよいよやっていくわけなんですけども、まず募集をしないといけないので、お試しという形で4月の、はい、13と14、はい、土日ですね。都内ではなく我々の拠点は先ほども言いました前島というですね、うん、岡山県瀬戸内市牛窓にある離島がありまして、そこに我々のグループ13万坪の敷地があるんですけども、拠点を置いてそこに合宿という形でまずね、うん、やっていきたいなと。じゃあ実際に舞島がねどんな、ね、自然の溢れているところなのかを見ていただきましょう、うん、はい、はい、ああいったところでやるんですか、はい、今視聴者の方もそうだと思うんですけど、スマホとかこういったものが便利で楽しいこともたくさんできる一方で、これがあるがために情報がいっぱい入ってきていっぱいいっぱいになって疲れちゃってるっていう人もめちゃめちゃ多いと思うんですね、うん、それが学力低下につながったり、あるいは自分のエネルギーを奪われてしまって不登校になってしまったり、永遠にはなってるんじゃないかなと思うんですね、うん、だからこそこのデジタルな時代においてあえてスーパーアナログな離島ザ・ナインビジネスハイスクール本校を置いてですね、一緒に勉強しましょうと、はい、勉強して、そして一緒に自然と遊びましょうと。勉強して疲れたら昼寝するのもよしですね、うん、プライベートビーチもあります。海に潜ってもいいです。ちょっと寒いかもしれないです、うん、あるいは木を切ってみんなで家を作る計画もあるので、はいはい、そういったものをやったりとか、バーベキュー、アクティビティと勉強、その勉強の中身は森田先生がしっかり講義される、うん、X ラーニング、うん、X ラーニングですね、はい、そしてこんなに自然と触れ合うと楽しいのか、こんだけ自然と触れ合うとパワーがもらえるのかっていうことを体感していただきながら、またその何かしらそこで問題解決を図っていくような企画とかもやっていくので、そうですね、今回はこれ実験的に行うものですので、はい、無料ということで、はい、交通費はですね各自実費で来ていただく必要があるんですが、はい、宿泊費、飲食代、教材費も含めて全部今回は無償でやらせていただきたいなと思ってます、はい、うん、そうですね、このプロジェクトに関わっている方々はものすごい方々ですよね。そうですね、アカデミックな方々が多くて、例えば医学部の教授の方、そして司業の方ですね、弁護士、公認会計士の方々、はい、専門家ですよね、うん、日本を動かしてきた人たちですからね、はい、日本を代表するようなあの公認会計士の先生ですとか、うん、医学部の教授の先生、権威の方がいらっしゃいますし、名だたる経営者の方々もいらっしゃいますし、うん、
で皆さんやっぱりおっしゃってるのは丸田先生と僕の志に共感いただいてまして、僕なんかねまだまだ全然若輩者ですけども、本当に成功されてる各面々の方々ってこれからの日本を植えておられまして、うん、若い世代の人たちにバトンを渡すためにみんなで血を結集してですね、そうですね、これはもう世界に向けて、うん、日本じゃなくて世界に向けてこの前島から、うん、発信していこうではないかという、うん、とてつもなく大きなプロジェクトですので、はい、本当に多くの方々が関わっている。じゃあ実際僕はどんなことを教えていくんでしょう、はい、X ですね。お、 X ということで、はい、X っていうのはトランスフォーメーションですね、変革ということでございまして、 Twitter だってね名前が X 変わりました。なんでなんだっていうことなんですが、イーロン・マスク自体はこれからは X の時代であるっていうことを分かっているので、なのでそういった名前にしてるんですけど、スペース X ですしね、日本でも DX とか GX とか今すごく言われていて、大学の入試問題、小論文だったりとか課題文だったりとかを読んでもそういったことを重視してデジタル化、そして GX の方はグリーンなんて自然とか、うん、いわゆる環境を意識したものですけど、うん、そういったものを重視していくっていうの、その問題を見ても分かりますし、そういった総合型選抜とか推薦入試のものだけじゃなくて、一般入試の英語の問題だったり現代文でもそうですけど、読んでいくと分かるんですね。そういったメッセージが大学側から出ているわけですね、うん、こういったものに対応している、こういったことを考えられる学生が欲しいっていうふうに言っているので、うん、そういったことを分かるように教えるという感じですね、はい、こういった見方があると全く今まで皆さんが見ている大学入試の見え方が変わってくるので、うん、まあ産官学と言われてますけど、それは企業側も望んでいるわけですね、はい、でも学の部分であまりに遅れを取っていると、うん、そういうのは欲しいんだよっていうふうに言ってる、政府も言ってる、企業も言ってる、大学側も言っているけれども、それが高校まできちんと降りてきてるかといったら全然降りてきてない、そうです、ね、対応できてない、ただただ一般入試がどうたら推薦入試がどうたらっていう世界で見てる人が多いんですけど、うん、そうじゃないと大学企業国が求めている人たちっていうのを分かっていかなきゃいけない、はい、そうですね、特に我々のフィールドで大学受験で言えば早稲田がかなりこれを意識して変革されてるのかなという印象があるんです ね。僕の時代もそうだったんですけど、3教科しっかり頑張ってそこに集中していけば一般受験で早稲田合格していく、うん、逆転合格していくっていうのが僕の深い DNA に刻み込まれてるんですけど、うん、その DNA ですらもう手放さなきゃいけない、うん、指定校推薦とか一般受験じゃないところの加算率がすごく高くなっていて、早稲田が時代の変化に合わせて今までのやり方を手放してその時代に適応して入試制度から変えていくと、うん、そうすれば受験生たちもそれに引きずられて変革していくだろうという、そういう新種の精神をまさに僕は早稲田実践してるのかなと思ってるんですね。そうですね。だから総合問題っていうのがどんどん増えていくわけですよ、はい、これからまた増えていきます、はい、そうですね。早稲田のね政経が総合問題導入しましたけども、うん、はい、ね、明らかですから、うん、こういったことをですね、この X っていうことを意識しながらやってるっていうのはあるので、はい、携わってくれてる方々がすごい、大企業でもいろいろとセミナー講演をしている方々ですので、はい、その教材を僕が子供たちに分かるように変えて教えていくっていうですね、そういうプロジェクトになっておりますので、ぜひ来ていただければそれによって変化、皆さんが変化できるようになると思いますね。森田先生が座学で講義されて、でそのアクティビティの中でもじゃあ GX って何なのか実践していこうかなと思ってますし、もちろん EX もですね、エネルギーをすごい面々の方々がみんな背広を抜いて、はい、長靴履いて、はい、もう汚れていい格好でみんなでワチャワチャしながら、はい、一緒に学んでいくっていうことですね、うん、そういう場所があるということが日本のみならず世界においてすごく価値が高いものになるだろうと、日本のこの前島から世界に発信していこうというプロジェクト でまたこれメタバース化していきますし、例えば今視聴者の方が疑似的にご自宅で学べるようなものを今後で考えていこうかなと思います。そうですね、メタバースってそう簡単にできるものではない。例えばこの渋谷の街でメタバースやろうって言ったって、はい、もういろんな建物のオーナーがいて、オーナーがいてそれぞれにね許可を取ってやらなきゃいけない、はい、またお店のオーナーにも確認しなきゃいけないとか、そうそうそう、ちょっと映っちゃった人の肖像権どうするのかとかいろいろありますから、そうそうそう、なかなか簡単にメタバースって都会ではやりづらい、うん、まさに田舎のこの自然の中だからこそできるっていうところですね、はい、そういうのも実現していくと、うん、とてつもなく大きなプロジェクトなので、はいはい、皆さんがまだ想像できないぐらいのものだと思いますんで、はい、あとはですね、せっかく森田先生がいらっしゃって僕はベーシスの講師も来ますので、はい、うん、もうおまけなんですけども、この2日間来ていただいたら英単語1000個しっかり覚えさせるスキームを作って
ってますし、英検2級レベルの英文法が学べる講座もおまけでやろうと思っております。新しく僕のこの話を聞いてもらえれば、この世の中の見方っていうのが変わると思うので、うん、どういう人を大学側が求めているかですね、企業国が求めていて、どういうふうに自分はやっていったらいいのかってですね、これが分かると統合選抜で簡単に受かりやすくなりますし、うん、今後自分の自己実現を考えていくときにどういうスキルを身につければいいのかって見えますから、企業に入って出世もしやすくなったり、うん、あるいは社会的な成功もつかみやすくなりますし、その結果社会をよりよくあなたがしてくださるという、うん、まあ、好循環が生まれる一つの大きなきっかけにしたいなと思っております、はい、なんでぜひ一緒に学んでいきたい、はい、と思っておりますので、はい、4月13、14、応募フォームは概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひともそちらから応募していただければと思います、はい、お願いします。今回ちょっとね期間が短いので4月の11日ぐらいまでは募集したいと思いますので、はい、興味がある方概要欄のリンクからとりあえずフォーム書いていただいて、僕が一人一人と面談させていただこうかな、はい、基本は高校生、浪人生、20歳ぐらいまでの方ですね、はい、親同伴っていうのも今回全然 OK です、はい、1泊2日ですが楽しみましょう。ぜひ応募していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you for watching.